ハートメンタルケアの田中です。世の中には間違いの少ない人というのはいらっしゃるでしょうけれども一切間違えなないいいいいととう人はまずいないと思いまず思す。必ず生きていればねいろいろな間違いを犯す失敗を犯してしまうということはこれは決して珍しいことではないですよね誰でもありうることではあると思いますそういう失敗 失敗を極端に恐れて生きるというのは非常に苦しくなっちゃいますよね息苦しい生き方になってしまうと思いますえー、私なんかも結構失敗は多いんですけれどもえー、僕は失敗はそんなに気にしないんですねもちろんね、失敗してはいけないような場面というのももちろんあるんでしょうけれどもまあ、仮に失敗をしたからといって命まで取られるということはないのでそこまでね深刻に考える必要はないのかなと まあビジネスのシーンにおいてもね、ここは失敗しちゃいけないよっていうような場面というのは、もちろんそれはあるとは思いますけれどもね、ただあんまりそれをね大げさに考える必要はなくて、失敗したって、別に命まで取られるわけじゃないから、誤ってやり直せばいいじゃないかというぐらいの気持ちを持つということは非常に大事ではないかなというふうに思います。あままりにこう自分を追い込んでしまっても 決していいい,い結果というのは出てこななないいいいのではないかなとううふうに思います失敗に対するところの柔軟な気持ちというのを持って物事に取り組んだ方がむしろうまくいくような気はしますまあいろいろねやっぱりこう完璧主義の考えの方なんかも世の中にはいらっしゃっていやそんな失敗なんかはね許されないんだっていうような考え方をする人もいるでしょうけれどもそういう考えの人はねそういう考えでいけばいい,い,いですし。 別にその緩い考えがいい正しいんだと言ってるわけではないんですねそういう考え方の方が捉え方の方が楽に生きられますよということです失敗は一切しないんだというふうな生き方をするのもそれはあのそれでそうしたい人はそうすればいいんですね私はどちらかというとねあのおちょこちょいな方なのでいろいろな失敗を起こしたり 忘れたりすることがあるんですけれども僕はそれはそれでねしょうがないなと間違いが分かったら謝ってやり直せばいいんじゃないかなというふうに、えーまあ、緩い感じで思ってます、えー、でもそれによってね本当に命取,り命取りになるようなことっていうのはないので。 まあそういうふうな心構えで生きていても大丈夫なんじゃないかなというふうには思います。はいということでその方がね本当にこう楽な感じで生きられるようになってくるのではないかなというふうに思います。えー、いかがでしょうか、まあ、いろいろな意見はあると思いますけれども、まあ、これは私のね個人的な考え方ですということです。それでは失礼します。